こんにちは。2月12日火曜日、お昼の FX フラッシュです。Forex TV ジャパンの高畑がお送りします。この時間は前日の欧米市場の復習と今日の東京市場午前の値動きをレポートします。先週末は G7 が開かれましたが、特に為替相場に関するコメントはなく、市場にあまり影響を与えませんでした。昨夜ニューヨーク市場ではアメリカ株価がマイナス圏でスタートしたものの、午後になってプラス圏へと推移しました。それを受けて今日の日経平均株価は1万2900円台でスタートしました。しかしその後プラス圏まで上昇し1万3000円台で推移しています。ドル円相場は昨夜ニューヨークタイムではアメリカ株高からドル買いとなり107円近くまで上昇しました。今日の東京市場に入ってから日経平均株価も好調で、ドルは底堅く推移しています。現在は106円80銭から90銭の間で推移しています。今日は特に目立った経済指標はありませんが、今週はアメリカの経済指標やバーナンキ FRB 議長の会見などもあるので、そこに注目したいです。またヨーロッパ金融機関の決算発表にも注目してください。以上、お昼の FX フラッシュをあります。この後午後の FX フラッシュは午後3時半頃よりお送りします。